ですよ。だからこそやっぱり出てない平山にどれだけやっぱ反町監督が期待してるかですよね。そういうことですね。中に3人入りました。一番遠いサイドヘディングで打つ、フリーとボレー、見事なシュート。リートのアリ落ち着いてたね。リーもこの予選での2得点目、先制点は日本。リータドナリの見事なボレーです。誰かな、水野ですかね。右サイドの水野か、それとも細貝ですね。細貝、いいボールを上げましたね。コントロールされてたね今のは。いや、先ほどから再三細貝が随分高い位置を取っているのは見えたんですが、このクロスを上げるところまでいるとは思いませんでした。 いいボールでしたよ。まあ、一番ああいうディフェンスがねある程度引きながら、対日本ということで勝つことを考えたら前半のプランって言って失点しないゲームですよ。はい、その中である程度こうディフェンスラインを引いた状況の中で得点のチャンスっていうのはああいうサイドの攻撃ですよね。揺さぶりましたからね今完璧